ヒンディーミディアムは2017年に公開されたインドのコメディドラマ映画。サケート・チョードリーが監督を務め、イルファーン・カーンとサバー・カマルが主演を務めた。デリーを舞台に娘を名門私立校に入学させるために奮闘する夫婦の姿を描いている。映画は イルファーンとサバーの演技が高く評価され、第63回フィルムフェア賞で最優秀作品賞、最優秀主演男優賞を受賞した。また、興業収入は32億4200万ルピーを記録しており、工業的にもヒット作となった。ラージ・バトラはオールドデリーで衣服店を経営する実業家で、青年時代に恋したミータと結婚し、5歳になる。 娘ピアと暮らしていた。バトラ夫妻は共に公立学校の出身だったが、ミイタはピアの将来を考え、娘をデリーの名門私立校に入学させようとしていた。ミイタはデリー一の名門校、グラマー校への入学条件を満たすため、ラージを説得して、グラマー校周辺の高級住宅街バサントビハールに引っ越すが、中流層出身のバトラ夫妻は、 上流層の中で浮いた存在となってしまう。名門校の入学試験に親の面接が含まれていることを知ったミータは、ラージを連れて教育コンサルタントのもとを訪れて指導を受ける。しかし、ラージは面接試験でまともな受け答えができず、その結果ピアは応募したすべての私立校を不合格になってしまう。ラージは、コネのある政治家から紹介状をもらうことや、 校長に賄賂を送りピアを入学させることを考えるが全てうまくいかず失敗してしまう。そんな中、ラージは従業員のちょっとの子供が低所得者悪を利用して名門校に入学したことを知る。ラージは低所得者を装ってピアを入学させようと考え、売人に依頼して合格者抽選で結果を操作してもらう約束を交わす。バトラ夫妻は ピアノ合格を確信して安堵するが、直後に内部告発で富裕層が低所得者を装う不正が横行していることがマスコミを通して暴露される。応募者の調査が行われることを知ったラージは調査の目を誤魔化すため、売人が用意した住居に引っ越して低所得者のふりをすることを思いつき実行する。バトラ一家は、貧民街に移り住み、そこでアーティップを利用して、息子、 もハ半をグラマー校に入学させようとしているシャーム・プラカーシュ、トゥルシー夫妻と出会う。バトラ夫妻は調査員のクマールから疑われるが、二人を事情があって貧乏になった元富裕者と思い込んでいたシャーム・プラカーシュに救われ、彼の協力で貧乏人になりきったラージは、シャーム・プラカーシュと共に、抽選枠に選ばれる。加外活動費として24000万4万ルピーの納金を、 求められたラージは深夜に金を引き落とそうとするが ATM から金を盗もうとしていると勘違いしたシャーム・プラカーシュに止められてしまう。シャーム・プラカーシュはラージを助けるため通りかかった自動車に飛び込み負傷して自断金を受け取りラージに手渡す。抽選の結果ピアは合格者に選ばれバトラ一家はバサントビファールに戻るがモーハンが選ばれなかったことに バトラ夫妻は老い目を感じていた。二人はモーハンが通う公立校に匿名で多額の寄付を行い教育環境を整備する。そのことを知ったシャーム・プラカーシュは感謝の気持ちを伝えるため寄付者の自宅を訪れ、そこで寄付者の正体がラージであり、彼が浮遊者であることを知ってしまう。激怒したシャーム・プラカーシュはグラマー校に乗り込み校長に事実を告げようとするが、 学校生活を送るピアに再会したことで訴えることを止めてしまう。その姿を見たラージは自ら校長に事実を伝えて入学の取り留めを求めるが校長はグラマー校の名誉を守るために不正入学の証拠を処分して申し出を拒否する。ラージはクマールの助けを借りて公立校の生徒たちを招き入れてパフォーマンスを行わせ保護者たちの前で 子供たちの未来の可能性を解き、自らが行った不正を告白する。ラージとミータは、ピアを、グラマー校から中退させ、モーハンと同じ公立校に通わせることを決断する。イルガン・カン・サバー・カマル・ディー・パク・ド・ブリアル、ヒンディ・ミディアムの制作は、マドック・フィルムズのディネー・シュ・ビジャンと、T シリーズのブーシャン・クマールが担当し、監督は、サケート・チョードリーが務めた。チョードリーは、 シャージ・ケサイド・エフェクツの脚本家、ジーナ・トラ・カーニーと共に脚本を執筆する中で、インドの教育システムを題材にした映画の制作を思いついた。二人は、その構想が、シャージ・ケサイド・エフェクツに含めるには大きすぎる題材だと感じたため、同作の公開後に本格的な構想を練るようになった。チョーダ・リーは、企画について、その題材はとても関連性があります。 今日、私たちは、親のバックグラウンドに関係なく、子供たちに、最高の教育を受けさせたいと感じていますと、語っている。プリプロダクションは、シャージ・ケサイド・エフェクツ公開後に始まった。チョーダリーは、脚本の執筆をはじめ、同時に、映画の主要な舞台に、デリーを選んだ。制作スタッフの大半は、チョーダリーが監督を務めた、ピーハー・ケサイド・エフェクツ。 シャージ決ケサイのエフェクツと同じチームを起用したが、プロダクションデザイナーのムスタファ・ステーション・ワーラー、編集技師 A、スリー・カル・プラサード、セリフ脚本、アミトーシュナ・アグ・パール、撮影監督、ダクスマン・ウテカルは新たに起用された。2016年5月29日、CNN ニュース18は、イルファー・ン・カーンのパートナー役として、パキスタンの女優サバー・カマルが出演することを報じた。 サバーにとってヒンディーミディアムがインド映画デビュー作となる。彼女の起用はイルファーンが強く推薦したことで実現し、私は彼女の YouTube ビデオを見て彼女を監督とプロデューサーに推薦しましたと語っている。イルファーンはチャンドニーチョークで洋服店を経営するパンジャー部人を演じ、サバーは彼の妻を演じている。サバーは役柄について 私は夢を叶えられなかった女性を演じ、彼女は娘に自分が得られなかった人生を与えようと奮闘しますと語っている。イルガーンは脚本について、スタッフとキャストは仕事を始める前に多くの脚本に取り組みました。それはこの題材が説教臭くなる可能性が常に存在していたからですと語っている。主要キャストには、リシタ、セーガル、ディロタマショーム、 アムリタシン、ディーパクド・ドブリアルが起用された。2016年7月、サバーはパキスタンからムンバイに到着し、同月中に主要撮影が始まった。撮影は、チャンドニー・チョーク、アナンド、ローク、カロル・バグー、サンガム・ビハールで行われ、10月に撮影が終了した。サバーは、撮影期間中イルファンたちと交流し、撮影チームは私に安心を感じさせてくれました。 私たちはよく一緒に遊びに出かけ、とてもアットホームな雰囲気を感じましたと語っている。撮影の終了後、イルファーンはジョージアでダンスシーンの撮影を行っている。2017年5月19日にヒンディミディアムが世界で公開された。インド国内のマハーラーシュトラ州、グジャラート州、マディアプラデーシュ州、デリーでは免税措置が取られた。 2018年2月には、ダンガルキット強くなる、シークレットスーパースターの工業的成功を受け、中華人民共和国での公開が決定した。バジュランギ、おじさんと小さな迷子の成功後に、中国公開日が生命説の4月4日に決定した。2014年公開のラムドホヌーの制作者は、ヒンディーミディアムの内容が、ラムドホヌーと強い類似性があるとして、 ヒンディーミディアムを著作権侵害で訴えた。チョうだるは訴訟に対して私たちは1年以上脚本を練ってきましたが、脚本はオリジナルのものです。関係者の皆様には事実を確認せずに、請求な判断をしないように求めます。事実はヒンディーミディアムを見ればすぐに判明しますと語っている。 最終的にラムドホヌーの制作者は著作権侵害に関する訴えを取り下げている。ヒンディーミディアムはスリーパーヒットを記録し、2017年7月までの工業収入は10億8550万ルピーとなった。中国では2018年4月の公開から3日間で10億ルピーの工業収入を記録し、合計工業収入は20億ルピーを記録した。 これにより、ヒンディーミディアムは、巡り合わせのお弁当を超えるイルファーンのヒット作となった。2018年4月16日までに興行収入は30億ルピーを超え、歴代インド映画興行成績トップ20入りを果たした。インド公開初日の興行収入は2810万ルピーを記録した。公開日がもう一数リーのハーフガールフレンドと重なっていたため初日の、 工業収入は振るわなかったものの次第に、工業収入は増え、1週間後には2億5210万ルピーの工業収入を記録した。最終的な国内工業収入は9億6650万ルピーを記録しており、2017年公開のボリューと映画工業成績トップ10入りを果たした。海外2017年の海外工業収入は1億4250万。 ルピーを記録した。2018年4月に中国で公開された後に工業収入は20億ルピーを超え、海外工業収入が3000万ドルを超えた7番目のインド映画となった。また、パドマーワと女神の誕生を超える海外工業収入を記録している。中国では2018年4月4日に公開され、初日の工業収入は2億2050万ルピーを記録した。 この記録は中国において、ンガルキッと強くなるバズランに、おじさんと小さな迷子を抜き、シークレットスーパースターに次ぐ2番目の成績である。公開3日目の興行収入は10億2180万ルピーを記録している。中国での好評は、猫眼電影で9.1の評価を得たこと、ジュラシックワールド、アメージングスパイダーマン、ライフオブパイ。 トラと漂流した227日に出演したイルファーンの知名度の高さが影響している。最終的な中国工業収入は22億3000万ルピーを記録したが、この記録は2019年に盲目のメロディーインド式殺人競争局に抜かれている。ヒンディーミディアムは非評価から肯定的な評価を得ており、特にイルファーンとサバーの演技は絶賛されている。 デカンクロニクルの浪費とバトナガルは 5, 5の星を与え、この映画は経験になります。映画は自動映画として出会うかもしれませんが、社会のあらゆる階層の人々に推奨できますと批評している。フィルムフェアのラチットグップタは4.5、5の星を与え、映画には爽やかな面白さと見事な本質をつく子育てと教育が描かれていますと批評し、映画は 間違いなく今年最高の作品の一つですと結論づけた。ザ・タイムズ・オブ・インディアのマドゥリータ・タム・カルジーは4、5の星を与え、脚本の良さを見出し、購読者に対して見るべき映画として推奨した。ヒンドースタン・タイムズのローヒット・バッツは3.5、5の星を与え、カーンは観客に対して問題のあるインドの教育システムに立ち向かうように呼びかけていると批評した。 インディアトゥデイのサムルディゴーシュは3、5の星を与えて、イルファーンとサバーの演技を称賛し、ヒンディーミディアムは誇張された事実を用いて家庭にメッセージを送るが、わずかな問題にもかかわらず、ユーモアと演技力のために映画が行き詰まることはなかった、と批評している。インディア .com のサムリティシャルマは2.5、5の星を与え、きちんとした物語、ユーモア、 いくつかの心揺さぶる瞬間とイルファーン、カーン、サバーカマル、ディーパク・ドブリアルの巧みな演技によって映画は鑑賞可能になっていると批評した。インディアンエクスプレスのシューブラ・ラグプタは2、5の星を与えたが、イルファーンの演技を素晴らしいものと称賛している。ヒンディー・ミディアムは海外の批評家からも肯定的な評価を得ている。タイムアウトのレビュアーは4、5の星を与え、 多くのメリットがあるが、映画は、過度に干渉的な結論によって、終幕手前でつまずいてしまうと批評し、この映画は最高のボリウッド映画の一つであると、結論付けている。サウスチャイナモーニングポストのジェームズ・マーシュは3.5、5の星を与え、ユーモアと遊び心のある演技に満たされた古典的な、コメディと批評した。ダーン新聞のサーダフ・シッティークは、ちょうだりは、 斬新さで満点を獲得したが、彼は自分のアイデアを具体化することに失敗したと批評している。ヒンディーミディアムの成功後、続編の制作が企画された。同作の成功について、ディネーシュビジャンは、ミッドデーの取材で、私たちが得た反応は素晴らしいものです。スクリーンの中でクールなカップルとして映るイルファーンとサバーを含むヒンディーミディアムのすべてのユニットは、 映画で繰り返されるべきです。間違いなく、続編の余地はあります、と語っている。2018年1月24日、ディネーシュは、タイムズナウの取材の中で続編の制作が進行していることを公表した。2019年3月30日に、カリーナ・カプールが警察官役で出演すること、4月から撮影が行われることが発表された。4月5日に、 タイトルが、アングレイジーミディアムであることが発表され、ウダイプルで撮影が開始された。ありがとうございます。